男の人に好きになってもらえるってどんな感覚なのかな。フランチェスコ、見事知らずの食べ女、一瞬でも期待する価値など貴様にはないのだ。誰に使ってもらえるわけでもないのに、自分のおがこんな風になっちゃうなんて恥ずべきことだ。認めんな。ここさ、騒ぐと体が壊せやるか。よろしく。みんな嫌なこととか辛いこととか、それを乗り越えて微笑んでるんだよね。フランチェスコ、私と目が合った時やりたいと思われましたか。いや全然。天下一品のダメ女、その行く末をとくとご覧あれ。